かゆいところに手が届く参考書参戦。どうもマナミズの矢沢です。本日ですね、かゆいところに手が届く参考書参戦ということで、この9月ですね、よく受験生にとってこういう悩みあるよね、その悩み解決するためにはこの参考書がいいよねっていうようなね、もうそこ今そこかゆかってんっていうところに手が届くね、参考書を3つおすすめしていきたいなというふうに思うんですけど、これね、公開日が9月の半ばぐらいになってるんですけど、もしね、春の段階で高3生が見たりとかもしねした場合、注意してください。春の段階でやっても仕方がない参考書結構あるんで、しっかりと勉強してきた、だけどまだこういう問題があって点数が伸びきってないとか、まだ長文が読めないとか、そういうような悩みを持つ受験生を救うようなねことをお話していきたいと思います。まあラインナップとしては3冊です。もう書いてるんで、分かってると思うんですけど、1個目が現代文で現代文キーワード読解ね、2個目が英語でパラグラフリーディングのストラテジーの位置、3つ目が古文でトミー先生の古文読解を初めから丁寧ね、この3冊でございます。で、並びをねあえて現代文を一番最初にしてるのは、この時期ですね、まあ理系でも文系でも一緒なんですけど、現代文の力があまりに低すぎて、英語の単語を覚えました、文法やりました、英文解釈やりました、ただ現代文の力がなさすぎるせいで全然長文読めないっていうね、受験生が多いです。逆に現代文の力がある子、特に女の子とかに多いんだけど、単語を覚えました、文法やりました、解釈できるようになりました、じゃあすぐに英語長文のテスト伸びたりするんですよね。でそこの結構この9月ぐらいの段階でズバッとこの英語長文の点数が伸びてる子と、やってるはずやのに、やるべきことやってるはずやのに、ね、英語長文の出てへんでっていうね、伸びてへんでっていうような子にですね、まずやるべき勉強は英語の勉強ではなく現代文の勉強だよっていう風にね、まあこの後半期よく聞く話なんですけど、今年初めての受験生は聞いたことないかもしれないけど、英語の点数と現代文の点数って非常に密接な関わり合いがあるので、まず現代文の話をしていきたいと思います。現代文キーワード読解ですね。はい。こういう子に使ってほしいっていうものです。一通り現代文の読み方、解き方を、学んだけど、現代文に苦手意識があるっていう子ね。これどういう子かというと、まさに受験生時代の僕なんですけど、ね、現代文の勉強はそれなりにした。線引っ張るところも言ったら逆説の後が大事とかね、例えばの後は具体例が来るとか、その具体例の内容っていうのは抽象部分の内容を具体化してる。その抽象部分に線を引っ張って、具体的な内容は、その抽象部分の具体が来るよねとか、そういう話ってあるじゃないですか、よくね、現代文で。でそれがバカってなんか括弧したりね、接続詞チェックしたりね、抽象部に線引っ張ったりね、そういうのは徐々にできるようになっていくんですよ。参考書にも書いてたり、ここね、こういうような論理構造になってますみたいなのを勉強していって、なるほどねってなって、徐々にここが抽象でここが具体でって分けれるようにはなっていくんですよね。ただですね、非常に問題点があって、そもそも、その論理構造を捉えられるようになってるのに文章の内容を読んでないっていうね、これよくねある受験生の、その現代文ができない受験生のあるあるなんですけど、まさに僕もそうでした。その時にはですね、一回そのテクニック的なところから立ち返ってもらうとか、そのテクニック的なところを一回外さなくていいんだけど、そのテクニック的なところを活かすために読むということにやっぱりフォーカスしてほしくて、その読むためにはですね、何が大事かっていうと、高校 1,2 年生限定、9月19日日曜日に矢沢と今井が大阪の梅田でカンカン同立受験相談会を開催します。申し込みは概要欄の URL をクリック。僕はですね、要約をやってほしいなというふうに思います。もちろんね、普通の現代文の文章を要約して、それを学校の先生に見せて、それをフィードバックしてもらう、このラリーはね、時間かかりすぎるし、その先生が本当に信じられるかもわからないし、自分で書いて作業するのはあまりにも労力なんで、そういう普通の要約は僕は、肯定しません。ただですね、数ある現代文の参考書の中で、現代文キーワード読解と本番で勝つ、この2冊だけは僕はやっぱり、要約をすることによってめちゃくちゃ力がつく参考書なんで、この参考書だけやっぱりやってほしいなというふうに思います。現代文キーワード読解、これですね、まあ、キーワード読解っていうぐらいなんで、現代文の重要語句を覚えていくだけの参考書だっていうふうに思われがちなんですけど、そういうものではなくて、その重要語句が入ったちょっとした文章が書かれてるんですよね、各ページに、その各ページに書かれてるんで、もちろんキーワードを覚えていくっていうのはやってくれたらいいんですけど、それ以上にですね、キーワードを覚えていきながら文章、言うたら短文の要約が下に答えとして書かれてます。でそれを要約の部分を隠して、結局上の文章を要約したらどういう構造になるかなって考えてほしいんですね。で考えて、そこの要約の部分をパッて見た時に、あ、同じ、自分で考えてたことと同じこと言ってるな、こういうことだよな、それをですね繰り返すことによって、文章がですねめちゃくちゃ読めるようになってきます。
線引っ張ったり接続詞チェックしたりとかそんなんじゃなくて読めるようになってます。でこれがやっぱり9月の夏ぐらいでとりあえず現代文とか国語を勉強していって、その痛い目にあってる、まだ点数が伸びてないって痛い目にあってる子の 95% ぐらい、だいたいこれなんで、なんで一通り勉強したんだけど、でも現代文まだ全然できるようになってないな、できる兆し見えへんなっていう子は、僕は現代文キーワード化でこういう風にやってっていう風に処方しますね。はい、OK ですか。はい、じゃあ2つ目、パラグラフリーディングのストラテジー1です。これね、パラグラフリーディングのストラテジー1は英語長文の参考書なんですけど、英語長文の参考書なのにもかかわらず演習問題がたったの1台しか載ってません。英語長文が1台しか載ってないの。1冊でやで、1冊で。どういうようなコンセプトかというと、そもそもそのパラグラフリーディング、段落読みね、あの日本語に直したら段落読みダサいけど、そのパラグラフリーディングをするにあたって、こういう型で読んでいきなさいっていうのを一つの文章を題材にして、もう網羅的に書かれてる参考書なんですよね。だから英語長文の読み方のバイブルみたいな参考書なんですよ。だから演習書とは全然違うんですよね。その時にね、もちろんこれね、あのこの参考書を渡して やってみてって言って覚醒した受験生たくさんいるんですけど、それを YouTube とかで言うとですね、なんかまるでその魔法の参考書かのごとくですね、みんな買ってやったりするんですけど、それは本当に注意が必要で、僕たちが処方するのは絶対に単語とか文法とか英文解釈が一通り終わってる状態の時じゃないと渡しませんね。言ったら長文の中で単語が全然この覚えてないから読まれへんねんっていう中でパラグラフリーディングの勉強しても、言ったら小手先のテクニックを学ぶだけであって本質的な力はつかないんですよね。本質的な力はやっぱり単語を覚えたり文法やったり英文解釈の勉強をすることによって本質的な力を蓄えて、ただその本質的な力が解放できてない受験生がいるんですよ、この9月ぐらいって。やっぱりで、その解放できてないな、まだ溜めたもんあのに解放できてないなっていうところで、パラグラフリーディングのストラテジー1とかを使うと、その力がブワッと解放されて長文の中で使えるようになっていくっていうような、参考書でございます。なんで、注意してくださいね。現代文キーワード読解はさ、言ったらさ、そのインプットが少ないやん、現代文のその勉強って。でも英語とか古文、その次の古文もそうやねんけど、インプットがやっぱり多い、インプットをしてじゃないとアウトプットができないような科目って、とりあえずお勧めされてる参考書をやってるだけで成績が伸びることはないから、あのやっぱりこのタイミングが大事で、そのタイミングというのは英単語帳が一冊終わってる、で英文法書が一冊終わってる、英文解釈も例えば肘先生のどっかのための英文法の簡単な方が一冊は完璧であるっていうような状態で、ある程度演習はしてきてる。英語長文は50代ぐらいもうすでに読んだ、でも全然点数のみんな、どうしたらいいんやろ、お手上げやな、インプットにまた立ち戻るまでもないんだけどな、みたいな時に救われる参考です。はい、じゃあ続いて、トミーの古文読解を始めから丁寧。これ紹介するのなんか久しぶりな気するんだけど、4年前ぐらいまでマナビズムの、絶対的なバイブル、古文読解の、バイブル。これ注意してくださいね。トミーの古文読解を始めから丁寧にね。あの古典文法を始めから丁寧に、もうこれ表紙めっちゃ似てるやつであるんだけど、僕がおすすめするのは古文読解です。古文読解を始めから丁寧に。はい。で、この参考書簡単に言ったら、読み方の本であったり、古文常識が書かれてたり、出典が書かれてたり、するようなものなんだけど、だから基本的に使うタイミングとしては、古文単語古典文法を終えて、読む、読解に入る前にやりましょうねっていう風にしてた参考書なんだけど、そもそも、多分そういう、その参考書は山村恵美子先生の本とか、あの、岡本先生とかの本で、学びのルートで勉強してる子はやってくれてるかなっていう風に思うんだよね。で、その中で、この、トミーの古文読解がなぜいいかっていうのが、別冊がめっちゃいいんですよ。別冊が、別冊の中に有名出典50とか、よく出てくる古文常識とかっていうのが出てくるんだよね。だから古文単語古典文法は終えて、とりあえず演習してるんだけど、なんかいまいちできるようになってないな、とりあえず予備校の先生はここの出典はね、例えばそうだな、枕草子ってね、あの藤原のコレチカと高家と中宮亭主と清少納言がいて、こういうような関係なんだよみたいな言うけど、それって言ったら一個一個の授業であったり、一個一個まとまってなかったらさ、覚えようないやん。でもその、そういうような内容が別冊にもこの50個覚えとこうぜっていう風に、ザーって書かれてるところがあるんよ。そういう風にまとまってるという意味では、古文読解の始めから丁寧にの別冊の、有名出典50っていうのは、めちゃめちゃ使えるかなっていう風に思います。あれね、僕古文の先生だけど、例えば、枕草子を読んでいくときに、そもそも、清少納言、言ったら書き手の清少納言と中宮亭主と、藤原のコレチカ高家とかとの人物関係が分かってるから読めるんであって、分かってない状態、それを全く知らない状態で読んでいけるなんてありえないからね。そもそも有名出典ってそういう前知識がないとやっぱ読みにくくなってくるので、難しい大学になればなるほどね、そういうようなことを覚えていくような参考書になってます。なんで注意としては、単語文法は一通り終えた、演習もそれなりにやってる、だけど古文読解まだちょっと点数伸び悩んでんな、なんでやろ、あ、それが
有名出店出てきた時に全然、点数下がってるわっていうのが分かったんだったら、早速これを使って有名出店ガーって覚えていくっていう作業をやれば解決されるなと。かゆいところなんで、ここがね、かゆいところに手が届く参考書だなというふうに思って、このトミーの古文読解を始めから丁寧に久しぶりでしたが、紹介させていただきます。じゃあですね、この動画まとめていきますと、現代文は、現代文キーワード読解、英語はパラグラフリーディングのストラテジー1。で、古文が、トミーの古文読解を始めから丁寧にが、かゆいところに手が届く参考書ということでした。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。この動画がためになったよという人は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり、今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、早慶、マーチ、カンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで、興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。